12月31日に沖縄のケルビムさんから、こちらに東京の方にやってきたうっちくんです。うっちー、もう触れます。うっち、あ、ちょっと怖がりね。よし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 、男の子でこんな風にこう、これはこれはローラちゃん茨城から来た3匹の、ちょっとじゃあ隠れてたかな、よいしょ、はい、よいしょ、ローラちゃん、サビ猫4ヶ月ぐらいで、このかわいいキャンドルテイルっていうろうそくがこうポッて灯ってるみたいな尻尾したかわいい子です。はい、はい、おてんばです。機関棒です。はい。じゃあ、野猫の預かりで大変だったこととかあるかなと思ってちょっとアンケートしてみたいと思います。石村さんは大変だったと思うこと、 この子は大変だったっていう猫ちゃんいますか？みんな風邪ひくんですよね、もうすぐに、うん、東京寒いので、なので鼻がすごいズビズビの状態で来るので、それが大変かなと思う。寄生虫とか？寄生虫もすごいですね。寄生虫もすごいし、夜泣きの声が半端じゃないですね。都会の声じゃないですよね。うん、多分森の中で、そういう特徴がある、っていう感じですかね。はい、なんか住田さん、面白い印象的だったことがいます？そうですね。でもやっぱりみんなすぐ慣れるので、びっくり。最初来た時は、やっぱりなんか人の顔見てシャーって言うから慣れてないのかなと思うと、なんかすぐスリーって、そんなのみんなどこの野良猫も同じっていう感じ、うん、あと、いや、私は都内でたくさん野良猫をTNR するために捕まえて手術してきたんですけれども、都会の猫の方が慣れてないです、うんうん、奄美大島の野猫って本当に野猫なのかなって思うぐらい人に慣れててスリスリで、すぐゴロゴロ言ってふみふみして、ちょっと、ね、東京あたり の外猫とは様子が違います、はい、全然。あと猫に対して
近くないですか？あ、そう、猫同士がすっごく仲が良くてうちの猫にもすぐ、はい、あの仲良くなって頭突きをズーンってこう、あ、そう、なんか懐っこいですよね。あの、はい、猫にも懐っこいです。なんか奄美大島の人たちに優しくあのされてたかなっていう感じの子もたくさんいます、はいはい。